ってことで第3日目15時になったので熱血高校の前から始めていきます。今日は霊峰学園の四天王のトップ小林に呼び出し食らってるんでね、おっと長谷部だ。国よ。よう、こんなところでどうした？授業中だろ。もうそれは国よも一緒でしょ。ねえ、マミって知ってる？ああ、リキの彼女だよな。ええ、私が言うのもなんだけど、花園のリキを蹴落とすためにマミを利用しようとする計画があったの。それでできるだけ阻止しようと思ってマミと連絡を取り合ってたんだけど、今朝から返事がないのよね。ちょっとお気楽なところがあるからうっかり忘れてるだけだといいんだけど、心配になって出てきたんだけど、まさか国尾に会うとはね。もうちゃんと学校に行きなさいよ。へえへえ、またリキの彼女のマミが音信不通になってるようですね。おっと、ん？ヒロシから電話か。あ、クニオくん、影村学園の上条さんと山本さんって知ってますか？まあ一応その二人からクニオくんにことづけです。夢見の湯で待っている決着をつけようとのことですよ。国尾くん、危ない人たちなんですか？いや、全然そんなことはないんだけど、決着ね。何せよ気をつけてくださいね。おう、ありがとうな。夢見の湯か、どうするかな。ってことで、夢見の湯にやってきました。来たな、国尾。何やら最近大変そうじゃないか。しかし俺らとの勝負には関係ないな。お前と俺らの勝負は別腹だ。今日こそだ。今日こそ影村の名にかけてお前を倒す。その首もらったと言って、また喧嘩ストーカーの影村上条山本が挑戦してきました。証拠にもなくね。そういやお前らコンビネーションがどうとか前回言ってたが、新しい必殺技でも思いついたのか。痛えなお前。おだいぶ打たれ強くなりやがったな。どうした上条山本。ほら、いて、いて、くらえ。ほら、くらえ。でや、ふん。ナッツミサイル。これがナッツシュートの進化版だ。お、超必殺技か。当たんねえじゃねえか。当たんねえと意味ねえぜ山本。ほら、くらえ。ほら、へや。超必殺技も決まんなきゃ意味ねえんだよ。
これは入ったな。お、これがいわゆるコンビネーションアーツってやつか。影村2プラトン。だが見たさの派手さの割に全然ダメージ当たってねえぜ。もう一発食らっとけ。ほら上条、あとお前だけだ。ああ SP ないんか、あんまり。とりゃなめんなよ。またまたまた負けた。くさすがソウルメイト。これで上条山本戦も最後か。ふう。ああ負けちまった。今日こそ勝てると思ってたのにな。くそー。あ、そうだ、お前に礼を言いたいことがあるんだ。なんだよ、むしろ謝ってほしいくらいなんだけど。お前に挑んだおかげで俺たちは名夫ともに番長として認められたぜ。俺らに付き合ってくれたお前のおかげだ。熱血の国に挑むなんて上条さん勇気あるんですね。なんて女子に言われる日が来るとはな。無謀な戦いに挑む山本さんの姿に痺れたっす。とか夢のようだ。それにお前から挑戦することの大事さを学んだ。やらないよりやって後悔だよな、やっぱ。俺は何にも教えてないけどな。ってことでお前には感謝してるんだ。何かあったら言ってくれ。礼はしないといけない。おお、お前らの根性だけは認めてやるよ。聞いたか山本。もちろんだ。録音し忘れた。よし、今日もジムに行くか。そうだな、あと一歩だったしな。あと一歩。上条、俺分かったことがあるんだ。国をも成長してるぞ、これ。山本、いいところに気づいた。実は俺もそう思ってたんだ。追いつくためには死ぬ気でやらないと。真剣勝負ならいつでも受けて立ってやるからよ。ふっ、次だ。次は絶対に勝つ。またな。おう、いつでも来いよ。ってことで霊峰学園に乗り込みます。いたな小林。国王さん、来ましたね。はじめまして、私が小林です。わざわざ伝言までして俺に何の用だ。霊峰四天王を三人とも倒すとはさすがです。できればあなたとは戦いたくなかったけれど、私も一応四天王の一人なので、そうも言ってられない状況です。こんなところに呼び出したのも建前あってのものです。ほほん、突然ですが小林産業の跡地で決着をつけましょうか。17時まで待ちます。なんだよ急に大声で。俺はお前と戦う理由はねえぞ。ふふ、確かにそうですね。それならこれでどうです。実は私、熱血高校を襲おうと思ってるんですよ。なんだと？襲撃時間は今日18時から19時の予定です。もしあなたが17時までに小林産業跡地まで来たら手は出さないと約束しましょう。1秒でも遅れた場合は熱血狩りを始めます。
ターゲットは国尾さん。あなたではなく熱血高校の生徒全員です。てめえ、何言ってやがる？いくらあなたが強くても所詮は一人。全員守れるわけがない。ふふ。それはそれで面白い展開。心躍りますね。東奔西走のあなたを見るのも悪くない。どちらでも楽しめますね。それじゃあ私はこれで。くそ、小林のやつ。17時までに小林産業はとか。腹をくくっていくしかねえか。それで小林産業後にやってきました。こいつは望月よ。これから小林と戦うんだってな。小林と戦う前に俺とのリベンジ戦受けてくれよ。お前に勝つために調子は整えてきたんだ。昨日と違って今日は完全な怠慢だぜ。準備はいいか。行くぜ。また証拠りもなく四天王の一人望月がリベンジを仕掛けてきました。じゃあ返り討ちにしてやるぜ。ご自慢のスピードを見せてみやがれ。ほら、くらえ。くそ、リーチが届かなかったか。ほら、いて。くらえ。おりゃおりゃおりゃ。くらえ。どうした望月、その程度か。そんなんじゃリベンジできんぜ。おりゃおりゃおりゃ。かかってこい。くらえ。そりゃ。いていていて。急降下キックなど。なめんなよ。終わったな。勝てねえ。やっぱ強えな。お前と小林どっちが強いかな。霊峰四天王で一括りにされてるけど、小林あいつは間違いなく最強だ。鬼塚と引き分けた。ダブルドラ兄弟に負けた。事実だけど、どっちも小林は本気じゃなかったよ。お前だったら小林も本気になるかもな。この中に入るなら覚悟してから行けよ。本気の小林はちょっと楽しみだ。休憩したら俺も見に行くぜ。ぐー。霊峰四天王のヘッド、小林か。